じゃあいただきまーす、はい、いただきまーす。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。8月13日でございます。今日も晴れましたね。さあ今日も遊んでいきましょう。前回の、動画が100本目、ね、ここまで見ていただいた皆さんも本当に感謝感謝でございます。101本目から、お、今日はちょっと賑やかだけど、みんな集まってもこの人数じゃ野球もできないよ。お兄ちゃん、野球は味方だけじゃなくて相手のチームの人数もいるんだよ。お、全員、お、全員いるということで、101本目からまたゲーム実況再開しますけれども、よろしくお願いいたします。うちのお母さん背が高いしかっこいいでしょ。うん、そうだね。光、お母さんのあっちの家族と一緒に住んでみたいな。うちの光と一つ違いなんだって。時々一緒に遊んであげてね。ねえお母さん、私学校の先生に褒められたんだよ。なんで褒められたの？給食の牛乳全部飲めるようになったんだ。それはすごいね。やったね光。おや、僕くん登場。これでこの町の小学生が勢ぞろいね。え、これで全員？他にいねえんだ。お、うんうん、ここには誰もいませんでした。よし、10時ですね。特に馴染みなし。おー、朝顔最高、伸びたね。結構上いったね。いいですよ。他の今気づいた他の二人ちょっと枯れてるな。水やってねえからね。ダメだねー、たけしとしげる。よし。自転車に乗って、走り出す道。知ってるかなこれ。これ知ってる人いたら結構、お、よくんがいた。ヨウくん、こんにちは。おや、お客さんか。こんにちは。これ夏休みのうちにもう一台打ち上げテストをする予定なんだ。これで成功したらなんとか本番の三段ロケットにも目処がつくんだけどね。へえ、すごいね。ねえ、これって全部一人で組み立てたの？たけしに手伝ってもらったところもあるけど、まあほとんど一人かな。ねえ、よお兄ちゃんはいつも一人で寂しくないの？もう慣れちゃったからね。昔、安子お姉ちゃんと仲が良かったんでしょ？でもそれって10年ぐらい前の話だよ。確かにあっちが小学校に上がるまでは毎日二人で遊んでたけどね。今は？もう全然だよ。だってあっちが小学校に入ってから一度も口聞いたことがないんだもん。え？そうなんだ。当時は寂しかったから何度か家に行ったりしたんだけど、勇気がなくて入っていけなかったんだ。今もそうなの？そんなことないよ。
じゃあ一緒に安子お姉ちゃん家に遊びに行こうよ。それはちょっと勇気がないんだ。くそ、腹立つな。よし、行くぞ。行ってやる。じゃあ晩ご飯の後で公園の入り口ね。逃げんなよ。あれ、そこまで勇気がいることなの？まあとにかく僕は行くと決めたら行くんだ。甘いね。なんかいいね、この時あったな俺も。よいしょ。なんか青春を感じるね。よし。剣棒。ここか。よし。ねえ、この診療所ってお客さん少なそうだね。こらこら、ここは診療所じゃ、お客さんとは呼ばんのじゃよ。ドン。海の里診療所。よし。今日は特に何もしないで終わるかな。なんかしたいね、でも。よいしょ。ああ、こっち。よいしょ、飛び込め。頭から突っ込むように飛び込むのが毎回。本当になんかこう、気持ちいいよね。こう頭から本当に真っ逆さまに落ちていくのは本当にね。こっちにはもうないのかな。ちょっと深いところあったね。深いところにもこっち来たっけかな。でもなんかここで撮ったような気したな。この缶の蓋見つけるたびに若干潜れる時間長くなるのかね。なんか前よりも結構水中にいられる時間が増えたというか。夕方に、そういえば、あ、夕方になっちゃった。夕方に公園に行かなきゃなんねんだ。
ねえか。ちょっとギターの方にも。おっと。ギターにもね、行ってみたいけど。へへ、こんなとこにいたのかい。間に合わんかったか。もう飯の時間だ。帰るぜ。夜か。夜でいいんだっけ。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。お坊さん明日だっけ。うん、朝一番で来るって。お坊さん。そうよ、お経をあげに来てもらうの。お墓に。いや、うちは仏壇、相良のうちはお墓に行ってあげてもらうけど。変なお坊さんなの、びっくりしないでね。そっか、お盆か。今日13だから14、明日14日、お盆だからね。お坊さんからあげてもらうんですね。公園に行きましょう。僕くん、明日お坊さんが来られるから遊びに行っちゃダメよ。明日のいつ頃来るの。朝の船だろうから、朝ごはんを食べ終わった頃に見えると思うよ。あ、いた。なんだ、逃げないでちゃんと来たんだ。なんで僕が。お兄ちゃんこそ用事もないのにちゃんと来てくれたんだね。 そりゃそうだよ、約束したんだもん。それにしてもこれじゃ僕が安子ちゃん家に肝試しに行くみたいだね。肝試し。肝試しって。ここ昔は太い大黒柱があるような大きな家だったんだって。今はコンクリの家だけど、公園から見える三河の木だけは昔のまんまらしいよ。さあ、陽くんと安子ちゃん。お姉ちゃん、こんばんは。こんばんは、僕くん。あれ、今日はどうしたの。え、嘘。嘘じゃないもん。なんで、僕くんとは。ちょっとした知り合い。そうなの。今日はどうしたの。いや、僕くんがどうしても連れて行くって言うから。僕、やっぱり帰るよ。え、せっかく来たのに。そうだよ。いや、帰る、ごめんなさい。あ、ちょっと待って。あのね、実は私、陽くんにお話ししたいことがあるの。もう何年も前からなんだけど。え、それって何。あのね。どうしたの。うん、今度昼間家に行くよ。すごい久しぶりだけど、その時話してあげる。おじさん元気かな。じれったいね。どうだろう、最近山から降りてこないんだ。もう50過ぎだっていうのに。そうなんだ。大人になってから初めて安子ちゃんと口を聞いたよ。あら、大人だったってまだ高校生と中学生のくせに。そうだね。じゃあ先に帰るよ。あのね。何。ちょっと楽しかった。私も。じゃあね、おやすみ。うん、おやすみなさい。あれ、僕たち確か小さい頃にさよならの時に使う決まり文句があったと思うんだけど。え？もうわかんないよ。
そうだね。じゃあおやすみ。うん、じゃあね。いいね、なんか。おい、君はただのいたずらっ子？それとも人心をかき乱す悪魔みたいな危ないやつ？なんだそりゃ。もうちょっと責任感じてよね。これは私にとって結構深刻に大事なことだったんだから。あら、結構いい感じだと思ったけどな。言えばよかったのに。もうなんだよ。これゲームの話なのにちょっと面白がってる40代のおじさんがここにおります。よし、ラジオ体操出られんかったから今日は早く寝ましょう。お姉ちゃんのお母さんの名前はしずえちゃん。これが、12日ですね。では今日13日、多分陽くんとやすこちゃんのことかな。来た、やっぱりそうだ。よお兄ちゃん、勇気を出してこんばんは。やすこ姉ちゃん、びっくり仰天、驚いた。さあ、この二人の恋の発展はあるのでしょうか。面白いですね。それでは寝ましょう。明日もいい一日でありますように。おやすみなさい。